では生体ニコニコスタイルのデザです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はショルダーバッグの持ち方第2弾ということで、前回は体がねじれないようにどうしたら、どうやってショルダーバッグを持ったらいいかということでお伝えしたんですけども、今日はちょっとショルダーバッグが特に重たい時なんかにどうしたらいいのかということを踏まえながらですね、正しい体がねじれない、ショルダーバッグの持ち方についてお伝えしたいと思います。今日はちょっと広いところでやりますので、ちょっと一旦止めます。はい、ということで再生しました、再開しました。で、カバンのショルダーバッグのカバンの持ち方なんですけども、まずは第一段階で前回お伝えしたんですが、手でこう持ってくるんではなくて、手でカバンを持ってくるんではなくて、できるだけ体をカバンに近づけて、で最後に手を出して、でできるだけ体をですねカバンに寄り添わせてですね、でこういうふうに担ぐと、こういうふうにしますと胸が自然と開いて、で肩が下がりやすくなりますので、肩凝らないですし、長時間持ってても肩が疲れにくくなります。逆に肩が緩むような、肩が楽になるようなカバンの持ち方ができると、ショルダーバッグの持ち方ができるということになります。でですね、今日はこのカバンの中がですね、結構重たくて、カバンが重たい場合、これだと肩がしんどくなりやすいので、どうしたらいいかということなんですけども、こちらのカバンのある方の手でこういうふうにします。こうかけていたのを、こういうふうに後ろにこういう感じで、骨盤の上ら辺ですね、お尻にかかっちゃうと、歩くときにお尻にぶつかって歩きにくいので、お尻のちょうどもう本当に上のところですね、ちょうど手をこう前に並べて手をこうかけるところのちょうど後ろら辺です。この辺の骨盤の上の方になるんですけども、ここにカバンが乗るようにして、そこに乗せるような感じでこう後ろに回してあげます。そうしますと、ここでカバンが骨盤の骨でですね支えられますので、多少重たくても楽に歩けますし、お尻に当たってバンバン鳴ることもないですので、肩も楽ですから、こういうふうにしてみるといいです。でこれでもちょっと重たいと、さらにもっと重たく、たくさんものが入ってて重たいという時は、こっちの手でこうやるだけじゃなくて、こっちの手ですね、反対の手でここの手下げの紐ですね、ここにちょっとかけますっていうふうに、両手でこの骨盤にしっかり安定するように乗せてあげて、それで歩きますと楽に、重たくても楽に持つことができますので、こういうふうにちょっと持ち方ですね、ショルダーバッグを持つ場合は持ち方を工夫してみられるといいです。決してこの斜め掛けですね、裏の体がねじれますのでやらないようにして、どちらかにかけてこうするか、両手でこう引っ掛けるかですね、鍵掛け親指をこう引っ掛けてずれないようにして、こちらこうですね、こういう感じで持ってみてください。ということで今日は体の歪まないショルダーバッグ第2弾ということでお伝えしました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。他にもちょっとこういうカバンはどうやって持ったらいいんですかというようなことがあればですね、質問いただいたりコメントいただいたらお答えしますので、ぜひもしあればお送りください。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。